皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。本日は2021年11月15日に行われた第71期アルソック杯王将戦挑戦者決定リーグ、近藤誠也七段と永瀬拓矢王座の一戦をお送りするぜ。まずはここまでの戦績を見てみよう。永瀬王座は4戦を終えて3勝1敗、近藤七段はまだ3戦で2勝1敗、トップを走るのは藤井聡太竜王で4勝無敗。今日は1敗同士の戦いね。つまり、挑戦権争いに残れるかどうかの戦いだ。敗れたとしても、両者ともに藤井竜王に勝てば可能性はあるわ。だがそれは難しいことは百も承知。つまり、挑戦権を得るためには、ここで勝ち、藤井竜王も下さないといけないわけね。そういうこと。現在の全力が見られそうな一戦ね。では、対局の前にプロフィールを確認しよう。まずは後手の永瀬王座。1992年9月5日、神奈川県横浜市出身、安江輝隆八段門下の29歳、今期竜王戦1組、順位戦配球、タイトル戦登場8回で4期獲得、一般棋戦優勝2回、固く守り、鋭く突き刺す、鋼の意志を持った、忍耐強い将棋が特徴だ。本日は後手、守る機会が多くなりそうよね。最近は自ら仕掛けることも多いから、回戦のタイミングにも注目だ。ではもう一方、先手の近藤誠也七段。1996年7月25日、千葉県八千代市出身、初志和春七段門下の25歳、今期竜王戦3組、順位戦 B 級1組、タイトル戦の経験はまだないものの、そろそろ和服姿を見てみたい。今期王将戦は大きなチャンス、ぜひここで挑戦権をつかみたいところだ。気合も入ってくることでしょうね。本日は先手、居飛車なら大体差しこなす万能性、戦型選択にも注目だな。早速対局に移ろう。それでは皆さん、ゆっくりしていってね。将棋盤家門。今回は霊夢が先手、近藤誠也七段、マリサが後手、永瀬拓矢王座だぜ。それでは、よろしくお願いします。7六歩、8四歩。さあ、大事な大事な一戦ね。2六歩。この結果次第で挑戦権争いは、3二金。事実上2名に絞られるからな。2五歩。しかも藤井竜王を退ける必要がある、という、8五歩。とても難しいミッションが待っているわ。7七角。角道を開けて角交換の準備。3四歩。ここで歩を突けば、雁木となるが。6八銀。まあ、当然そうはならないわけだ。7七角なる。このお二方は角換わりが得意だからね。同銀、大一番に得意戦法を持ってきた形ね。2二銀、ではしばらく、駒組みを進めよう。1六歩、端を突いて、王様の位置を問うわ。1四歩、スペースの確保と、角のライン消しの意味だ。3八銀、つまり、王様は一筋側にするってことね。3三銀、中住まいなら、角のラインを緩和できるからな。3六歩、今回は王様を寄せたいから端を突いたことになる。6二銀。まあ、必ずそうなるわけじゃないけどね。7八金。そういう問いかけ合いが、序盤のやりとりだ。6四歩。後手は腰掛け銀にするつもりみたい。6八玉。中央に据えて、牽制する形だな。6三銀。先手も王様を左に寄せてきた。ということは、9六歩。そう、端を突いて角ラインを消すんだね。7四歩。私は突き返さず、攻撃準備を進める。9五歩。このあたりは棋風が出るわよね。ところで、7三桂。棋風って一体なんだろうね。ふむ。4六歩。ざっくばらんに言えば傾向だな。傾向？4二玉。居飛車にするのか振り飛車にするのか。4七銀。あるいは、特定の局面で攻めるか守るか。5二金。性格に基づいた将棋の傾向ってとこだな。5八金。端歩についての考え方もその一つだろうな。4四歩。その時々にもよるが、今回の場合。3七桂、王様から遠い歩は無視しても構わない、と。3一玉、その分の手数を、駒の移動に当てているわけだ。2九飛車。なるほど、保険をかけるかかけないか。5四銀、そういう意味合いでもあるのね。そんな感じだ。4八金、さて、盤面は牽制合戦に入ってきた。4二金右。後手はやや密集体系にしつつあるね。5六銀。
先手は広く、バランスをとっているな。2二玉。盤面左は攻めが薄いので、6六銀、守りを減らして攻めに使おう。だが断る。6五歩、桂馬が使えなくなるが、お帰り願う。7七銀。盤面左右に装填を作るぜ。6四角、歩が浮いてるので、玉塊をかける。4五歩、それなら、突き捨てて先頭の導火線にするよ、同歩。進んだ歩を一旦放置、王様を固めよう。7九玉。踏む、取らないならば遠慮なく。4六歩、金の頭に圧力をかける。8八玉。一歩の得と拠点を材料に。1二香、穴熊に囲ってリードを主張だ。1八香、手渡しで仕掛けさせたい考え。いやいや、1一玉。仕掛けるならがっつり囲ってからにしたい。なるほど。後手は明確に、一歩得と4筋の拠点をプラスと見てるわね。まあ、そりゃそうだな。なので、そのリードを確実なものにするためにも、穴熊に囲って、がっつり守りを固めたい。王様の安全を確保した上で、心置きなく殴り合えば、そのわずかな差を広げる主張をしやすいわけだ。そうね、なので私としては、後手の穴熊が完成する前に、少しでも形を乱して、土台に穴を開けておきたい。そして後手になくて私にあるもの、手元に角がある、という事実。好きな時に好きな位置に駒を打ち込めるのは大きいわ。しかも、穴熊は王様が動けない分、角と桂馬を気にしなければならないからね。なので、まずは犠牲を払ってでも。3五歩。後手玉の屋根に切り傷を入れておくわ。同歩。桂馬の頭を守りながら。2六飛車。飛車の展開も視野に入れるわよ。2筋の守りをキープしながら、2二金。穴熊の蓋をして出方を伺う。1五歩、さらに突き捨て、穴の屋根に嫌味をつける。同歩。後手玉の要塞が寂しくなったところで、5八金、手渡しを兼ねて駒を寄せるよ。踏む、ならば、3二金左、私も手渡しだ。4五銀、せっかくの先手、千日手にするわけにもいかないわ。8六歩、先手が仕掛けたところで私も切りかかる。同銀。空いたラインを狙って角で覗くぜ。5五角。再びの角交換でぶつけていく。7七角。8筋から歩を消したことで、同角なる、手を作りやすくなったのが私の戦果だ。同銀。桂馬が自由になったので、仕掛けていこう。8五桂、銀桂交換を受け入れ、手番を取りに行く。6四角。まずは王手で先着だ。7七桂なる。同桂。先ほどのやりとりで屋根が吹き飛んでいるので、8三飛車、攻守両面突く1に避難だ。2四歩。長いこと牽制合戦が続いたけど、同歩。ここで攻め駒の銀を補充、リスクはあるけど、5四銀。一気に激しくする、合図の一手ね。同歩。8筋に居座る飛車が邪魔なので、7二銀、退去を促し、自力の安全性を上げる。4三飛車。続いて、今度は攻城線に手を戻す。1号強、穴熊の穴蔵を爆破してしまおう。同強。強く、後手陣に鎖を打ち込む。2号歩。取れば一気に流れ込む算段よ。1七銀。もちろん応じず、先手の飛車をいじめる。2九飛車、まだだ、2筋からの攻めを潰してやる。1八角。しつこいわね。1九飛車。飛車の封じ込めは成功か。3六角なる。馬を作って攻守に効かせる。2四歩。ここは手厚く、駒を増やすぜ。3四銀打つ。なんの、叩いて守りの隙を削っていくよ。4四歩。地道な一手が効いてくるはず。同銀。貴重な一歩をここで使うわ。4五歩。飛車金銀、裏なる箇所に鎖の一手。3三銀。狙いは一つ、突撃兵を取りに行くわ。9一角なる。根元の桂馬を刈り取っておこう。3七馬。同時に飛車にも当たるぜ。2九飛車。2筋はまだ受けられるとして。4五飛車。強者をねじ込まれるのは避けたいところ。6三銀ならずじわりと銀を寄っていくよ。飛車の直撃を食い止める。2六香。飛車の一死にに、勝負がかかってるわ。3九飛車。ここは守り抜かないと。2七馬。飛車への当たりが外れたところで、6四馬。攻め駒を集めて決戦準備よ。4七歩なる。金に当てつつ飛車のスペースを確保。5四銀ならず。
46飛車。場面はお互いの速度勝負になってきた。4号表。強く、ひたすら強く攻め立てる。44歩。歩を垂らして、頭金の詰めろにするよ。13歩。2筋から逃げるという選択肢もあるが。12歩。上部へは処理も良さそうだ。いや、でもこれは。3号飛車、同銀と取れば、2筋の守りが薄くなる。22歩。これはまずいか？1号飛車。なんとか飛車がさばききれたか？13歩。これでは上部脱出は難しい。3号香。さあ、あとは攻めきれるか、守りきれるか。36飛車。一気に押し込んでみせる。34香。同銀。あれだけ分厚かった後手陣の壁も。44香。竹を割るように避けてきた。ぬ。33金右。42香なる。なんとか先手玉に。39飛車なる。でも、後手の手駒は不十分。32なり香。私の王様には届かないよ。同金。段位は順調に上がっても、44桂。タイトル戦経験がないのは寂しいもの。33金。だが、それも今年払拭してみせる。32銀。晴れ舞台への切符を掴むのはこの私。同金と取っても、先手同桂なると続き、先手3一桂なるに対して受けがない。では、ここから先手玉が詰むかといえば、手元にあるのは、歩が4枚と桂馬2強2枚。これではまともに王手すらかけられない。ぬ。最終盤、先手の思い切った攻めにやられたか。負けましたー。ありがとうございました。途中まで駒得と拠点の分、プラスで推移していたと思ったんだけどな。近藤七段がうまいこと、嫌味をつけ続け、生まれた一瞬の隙を見逃さず、思い切った飛車の突撃から逆転をさらった形ね。決定打はここだけど、その前の段階から、堅固な後手陣を、辛抱強く突き続け、屋根を浮き上がらせ、駒損をものともせずに攻め続けた。守りではない、攻めでの粘り勝ちよね。珍しいパターンではあるな。そうね、守って守って駒を獲得する粘り方はよくあるけど、劣勢から攻め続けて勝つ、というのは珍しい気もするわ。攻撃は最大の防御、とは言うけれど、それを体現した一局になったわね。諦めない姿勢の大切さ、身に染みるな。そしてこの結果を受け、永瀬王座は3勝2敗、近藤七段は3勝1敗としたわ。永瀬王座は挑戦権争いから交代か。でも、次戦で近藤七段が藤井竜王に勝ち、最終戦で自身も藤井竜王を下せば、4勝2敗で並ぶことになり、上位2人でプレイオフに持ち込めるわね。その場合、何人残るかにもよるが、昨年の結果を踏まえたシード順位が影響するのか。そうね、なので最後まで全力で臨まないといけないの。藤井竜王も油断はできない、ということだな。そういうこと。さ、それではそろそろお開きにしよう。ご視聴、ありがとうございました。YouTube をご覧の方は高評価、チャンネル登録をお願いするぜ。ベルマークもオンにしてくれよな。ニコ動をご覧の方はいいね、フォローお願いね。それではこの辺で。バイバイキン。